コーナーキックではありません。ラインはオフサイドはない。クロス上げてグラウンダー、2点目、追加点は熊本。ボックスの中、赤いユニフォームが5枚ヘディング、左足長いサイドを通していく谷口、中を見て、中を見て押し込む、つなぐ、面白いボールになった、長い距離走っていく、折り返した、合わない、押し込む、伊藤俊、もう一度中央、シュートは松本、クイーン、パスを出してフリーで前を向いてシュート、行って、さあ上がってきてスルース谷口、谷口が打っていくか、カットインしていってシュートを打っていく、どうだ、決まった、ゴール、先制熊本。9番の谷口、後ろに、あとこれが面白いぞ、谷口、谷口かわしてシュート、決まった、勝ち越し点谷口、今日2点目。ワントップツーシャドウの形、また長いボール、谷口が走っていく、絞り込む、シュートに直接行った、右足一閃、最初にカードを切ってきたのは熊本大木監督、長いレンジからシュートに行きました、奪う、中へ切れ込む、谷口スルーパス、意図は見て取れます。さあこのパスを奪った谷口、中には高橋、シュート、ファンティーニが素晴らしいセーブ、右手一本、回り込む、シュートを放っていきました。ここは伊藤がサイドに散らして、そのままゴール前に入っていく、さあ谷口、ミドルシュートもある谷口は中に仕掛けてボールを浅川、シュート、枠に左をつく、谷口待ってる、シュートに行った谷口、同点、からカットにして大外谷口へ、アウトサイド、高いボール、足元をこぼされて倒されて、イエロー今日2枚目となりますか。あ、今日2枚目、ただこのパスがずれて最後は谷口のシュート、さあ谷口がスピードを持ってドリブルで運んでいきます。そして右足のシュート決まりました、谷口今日2点目。長野のプレッシャーが空いている、簡単に中に放り込む、押し込む、エース谷口、逆サイド伸ばしていこうというところは相模原のディフェンス、つないで右足、背番号ミスを誘う、谷口の前だ、右足シュート、谷口10点目、フェイントかけて、フェイントかけて、ここからシュートはクロスバルウェー、谷口でした、持ち替えておいてシュートに行く、飛び込んだ、中に入った熊本を奪う、谷口が持っていく、左はたく、中原、中につなぐ、ここは松本が必死のセーブ、中原左足クロスヘッド、石川が入ってきました、そして上村折り返してセカンドボール、このセカンドボールを押し込んでゴールが決まっていきました。そして岡本から高橋、谷口のシュート、ネットを揺らしました、ロアッソ熊本、パスを受けたのは上村です、上村中に入れてこぼれ球、谷口のシュート、シュートに行った、ボレーシュート、クロスが入ってくる、合わせた、熊本にゴール、石川がボールをカット、谷口へと渡る、さあ高い位置でボールカット、ここシュート打っていった、最後は中原の抑えの効いた抜け出して、浅川クロス詰めた、谷口、おいしそう、熊本同点、
高原ヘッドでそのまま最後高橋が押し込んだでしょうか。途中出場しています熊本上村周平奪って熊本谷口が自ら持っていくかわしたゴール前仲間に任せるグラウンダー川原からのボール谷口がいと後半9分谷口これで今シーズンここで谷口海人前に出る谷口右足のシュートわずかに左捉えられません。ここからクロスが入ってくるヘディングシュート熊本先制エース谷口裏へ谷口ユーワンタッチであーゴール前しこれは望月飛び出している押し込んでいった谷口へ強に谷口かわすゴール持ち込む正面しのいだグラウンダー大向こう落として正面流し込んだ17番の石川さんの谷口だ点で合わせるかシュート正面です